時計の針が2時20分を指しています。長針と短針の作る角のうち小さい方の角の大きさは何度ですか？うん、じゃあちょっとこれ実際にね、まず今2時を指して、2時の時点で小さい方の角、これは360度割る12かける2ってことだよね。で、60度の差があるね。で、こっから2時20分になった時、ね、小さい方の角の大きさは何度ですか？聞かれてんだよね。じゃあまずどうやって考えようか。じゃあまず長針、長針は4のところを指してるよね。4のところを指してるので、長針は4のところを指してますね。じゃあここの角度はね、例題1番、長針は4のところを指しているので360×12分の4で、ね、120度、長針は120度動いている、ね、短針は2時からちょっと動いているんだよね、20分。で、単身がもともと2を指してたとき、ここの角度はね、60度だよね。じゃあここから何度動いたか、2時の時点と比べて何度動いたかっていうと、20分、1分あたり 0.5 度動くが20分動いてるので、10度動いてるってことになるね。10度、ここは10度動いてる。じゃあ長針の角度は 120×60×10 度、これで50度となります。いいかな。まあ計算の仕方はいろいろあるけどね、まあ自分がやりやすい計算して、まあこれだけはね、この考え方さえ分かっていけば自分で分かりやすい計算の仕方をしてください。